爆裂手玉太郎くんこと超ヘルメット阿部の新コーナーがスタート。その名も爆裂予告ホームラン。予告通りに爆裂デナモを出してもらうという企画だ。予告通りの展開にならなかった場合にはきつい罰ゲーム、最悪未来コーナー終了も考えられるハードな企画だぞ。それでは爆裂デナモ太郎くん、一発でかいのかっ飛ばしてくれよ。ゾロ目の日、バイトのシフト入れません。はい、激アツ激アツ。いや、やってきましたね。第6回爆裂予告ホームラン。第7回です。第7回第7回爆裂予告ホームラン。はい、やってきましたよ。今日はここです。 D ステーション伊勢崎線さんです。危なかったですね、今ね。よろしくお願いします。はい、じゃあね、早速今日も一緒にやっていく仲間を呼んでいきましょう。はい、お願いします。どうも。すごい急ブレーキの音してる。すごい急ブレーキ、はい、あ、どうも、カツオの石川です。お願いします。お願いします。前回とんでもない罰ゲームを受けましたね。ちょっとダメージがね。そうですね、はい、はい、今日はもう嫌ですね。いやいや、でもあれですよ、もう一切当たらないのがいけないですから。結局は、はい、すごかったな、確かに。あれはやばかった。今日はそういうことは ないようにしたいですね。ないように、はい、今日頑張りたいと思います、はい、回避しましょう、今日は、はい、ね、ということでね、今日もなんかね、はい、来てるらしい質問、はい、また来ちゃった。本当、毎回来るたびすごい興奮させられる。ちょっと、何が気持ち焼いてるの。 D ステーションのことだからね。すげえな、さっきまで寝てた人のスイッチじゃねえな。言わないで。さっきまで女性でこんなして寝てたのにさ。言わないで。スイッチのオンオフ、すごい。すいません、ちょっと寝ちゃいました。いやいや、でもいいですね。これ何をイメージしたあれなんですか。ピクミン。え、何なんですか、これは。あれ、私の中でのゴッテス。ゴッテスじゃないですか。ゴッテスって何ですか。ハーデス、ハーデス。ハーデスってちょっと神々しい、なんかこうかっこいいイメージだったんですけど。神々しいですね。ということでね、今回も2人 の、はい、あの、その見せ場がもし足りないようでしたら、はい、こう私の活躍が増えるという。そうですね、はい、ことになっておりますよ。なんかアホらしくて面白いですね。いや、セクシーってなんかね、アホらしいですよ。セクシーじゃないのこれは。いや、セクシーはセクシーなんですよ。セクシーですけど、なんかアホっぽくていいですよね。なんか笑っちゃうんですよ、動画見てくる。いつも何やってんの、ちょっと、セクシーシーンだったのに。まあまあまあ、今日もじゃあ、今日何打ちます。今日はですね、ハーデスですよ。あ、さっき言ってましたね、それは。ゴッデスですよ。はい、同じようなもんよ、同じようなミリオンゴッドハーデス、略してゴッデス。そうです、新しいですよね。ゴッデス、ゴッデスです。今日は予告ホームランは、ジャッジメントで500ゲーム載せます。お、いけそう、はい、いけますよ。今までよりだいぶいけそうですよ。何いけそうな感じ出してきてるんですか。正義さん知らないかもしれないですけど、一般の方から見たら、まあ、まずいけないですよ。はい、全然いけないですよ。今までやばいんですよ。ちゃんとしてるのね。ちゃんとした、ちゃんとはしてますよ。ちゃんとしたいけない課題出、はいはい、出してきてるんですね。ただね、ここ伊勢崎店さんは、あ、そうなんです。以前ね、以前ゴッドサイクルヒットを放った場所なんですよ、はい、うちの相方が。うちの相方が。永瀬、見てるか見てるか。ありがとうな。ありがとう。じゃあ演技はね、演技というかね、いいよね。いや、そうですよ、演技いいんですよ。なるほど、なるほど。じゃあ今日頑張ってくれるんだ。そうです、はい、伊勢崎の V ですね。だからそれをもう一回起こしましょう。はい、はい、起こしましょう、はいはい、じゃあもしそれができなかったら、私がいろいろこちらの伊勢崎店のいいところを紹介したり、はい、私のいいところを紹介したりして。いや、あなたのいいところ、伊勢崎店のいいところですけどね。じゃあ、まあ、ね、はい、とりあえず頑張っていきましょう。はい、よし、行くぞー。今回の爆裂予告の舞台となるのは D ステーション伊勢崎店。入った店内ではバラエティ豊かな遊戯台が勢ぞろいだったぞ。中でも偽物語や5円スロットではオキドキトロピカルが新しく仲間入りだ。2人とも頑張れよ。はい、じゃあ早速やっていきましょう。やっていきましょう、はい、いつも通り軍資金2万円で2万円。いや、予告ホームランはジャッジメント500ゲームのせいですよ。
頑張りましょう500、はい、決して簡単ではないですからね。まあそうですね、まあ、歯で引いちゃえばね。そうです、歯ですから。歯で引いちゃえば、はい、どうですかそちらの台。台はまだ109ゲームで、はい、昨日ですか。昨日が頑張った。昨日昨日がもうガンっていってますね。すごい V 字、はい、相当頑張りましたね。うわ、はい、今日もそれ。いやそうですね、今日も行きたいっすね。ねえ、はい、で自分の方が、はい、まあ、もう今日初当たりも差が引いてて、はい、そんな悪くなさそうですよね、早い段階で。そうですね、まあ、いい悪いはまだ判断早いですけど、はい、まあまあ、まだまだ、はい、悪くはなさそうだということです。はい、いや行きましょう。もう行きましょうか、はい、まあゴッド引き早い話ですからね。いやそうなんですよね、前も言いましたけど、初戦はゴッドなんですよ、ね、初戦ゴッドなんですよ、はい、ゴッデスですよ、ゴッデス。あ、ゴッデスだ、失礼しました、ゴッデスだ。そうだ、またこの D ステーション伊勢崎店さんのこのねラミネートがめちゃめちゃ丁寧ですね。これ見たらゴッドの全てわかる、ね、全てわかる、すごい乗ってる、はい、これ優しいな。そっか、ちょっとちょっと早っ。ゴッデス引きますよ、ゴッデス。ゴッデス引きます、嘘、レア役否定しよう。あー、じゃあ違うね、はいはい、な何も来んな、あれ、うわー、びっくりしたわ、びっくりした。まあまあオープニングセレモニーですわ。でもやっぱメダル持ち圧倒的にやっぱね。そうですね、サクサクなくなってますね、サクサク。いやでもね、やっぱりスロットに女はいらないんですよ。いや、よく言うわ。これがね、いいんです、この無機質感、無機質感。この、はい、もう腰淡々としてる感じが。そうです、いや、ムラムラしちゃうからでしょ。そんななんか格好つけてますけど、はい、ムラムラしちゃいけないんですよ。スロットはムラムラして打つもんじゃねえ、スロットはムラムラして打つもんじゃねえ。これが爆裂出玉堂ですよ。決まりました、出玉堂、ムラムラすんなと、はいはい、あ、本当に言ってたら雷とか来てる。男の戦いですから。いや、ストイック。そうです、女は見えちゃダメなんですよ。まあ女見えちゃダメとか言いながら、あなたはさっき関口さんで興奮しましたけど。いや、あれはそうですよね、プルートステージ行きました。めちゃくちゃいいじゃないですか。いや、悪くないですよ。けど D ステーション伊勢崎店は低価値コーナーが充実。では私は D ステーション伊勢崎店さんのいいところを紹介していきますよ。まず伊勢崎店さんは低価値コーナーがすごいんですよ。ここも1パチ、ここも1パチ、ここも1パチ、ここも1パチなんですよ。すごい。スロットの低価値も充実してるみたいなので行ってみましょう。続いてこちらはニスロです。ニスロもいろんな種類があるんですね。見てくださいよ、ここめっちゃ出てる。わあ、すごい。ここの人はいないんですかね。いいな、いいな、すごい。ここも出てる。おお、なるほど、ニスロは熱いんですね。ゴスロも新しい台含め種類が充実してますよ。さあ早速行ってみましょう。入って早速見てください。うわ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 、めっちゃ出てるかと思いきや、お隣もすごい。うわー、すごいですね。うわー、ここもあそこもあそこもあそこもみんな出てますよ。ニスロだけじゃなくてゴスロも低価値コーナーが熱いですね。すごい。Dステーション伊勢崎店のオキスロがすごい。オキスロ30杯、沖縄発祥のちょっと大きいやつですよね。みんな大きいのが好きですね。そして、オキスロ30杯が全36台、いろんな種類があるみたいです。まず花々鳳凰30杯、ニューキング花花30杯、オキドキ30杯、沖縄フェスティバル30杯、
ハイハイビ30杯、メンソーレ30杯。じゃあ、これは何杯？正解は、おっ。最初のイカズチですか？あの槍ですか？ああ、槍ですね。あれ、オープニングからいきなりびっくりさせましたからね。はい。あれでレア役指定だったらよかったんですよね。いや、もうあれはもうゴッドでいいですよ、あれ。なんであれ出ないんすか、もう。いや、確かにあれは当たってほしい。いや、もうあれいいですよ、派手さだよ、ね。で、はい、55V ときました。よっしゃー、うわ、早っ、早い、早っ、55、いやー、調子いいっすね。派手さーです、派手さーです、派手です、調子いいな。犬に好かれる調子もね。そう、ブリーダーなんです今、はい、僕今トップブリーダーなんで。それだけ回避していただきたいですけどね。そうなんですよ。さあ、ジャッジ。いや、犬、さすが、さすがトップブリーダー、トップブリーダー、ありがとうございます。いや、ハーデスを出しましょうよ。かわいいやつだな。いや、まあでも、あ、さあ、500いけんでしょ。そうですね、ここで300くらい一気にバッコシ行ったら、ね、行ったらいいわけですから。いや、30回、まあ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 、まあ、そうでしょうね、まあまあ、あ、でもちょっとでかいな、90くらいいかないかな。まあ、いかないか。はい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 、あれ、あれ、まさかこれトップブリーダー、ちょっとこれ力発揮するか。お、あれ、いや、500行きましょう。これ超ですか。あれ、超ワンワン、あれ、いい犬育て、ワンワン育てちゃったかな。あ、そんなことなかった。いや、全然全然全然ちょっと期待させたら、ちょっと嬉しかったですけど、ね、ちょっと嬉しかった。でも130で、まあ頑張ります。まあ、とりあえずは関口さんまだ出番ないかな。そうですね、まだ当たってるから。あ、稲田3連、お、いいね、4連来い、頑張れ。おお、来た、やったー、すげえ。よし、稲田5連、ま、見せよ、稲田5連、5連、5連、え、うわー、来いよ、すごい。え、とりあえず、とりあえず当たり、当たり、当たりですよね、うん。うわ、1個遅いわ。うわ、1個遅い。うわ、うわ、また1個遅いわ。なんでここ、うわ、その空白な、もったい、いや、いや、でも、でも、はい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 、もう1、うわ、来たよ。いや、いいっすね、行っちゃいましょう。お、あ、まあまあまあ、はいはい、はい、これはまあ初当たり、はい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 、 OK、OK、 いや、いいっすね、幸先いいっすよ、幸先、はい、2人して幸先、いや、僕は挑戦しますよ、じゃあお願いします。僕はトップブリーダーじゃないということをお見せしたい。そうですね、はい、早い、頼む、いやー、ブリーダーだ。いや、まあそうなんですよね、まあそうなんです、いや、でも大体この子ですから、愛しましょう、この子を。で、50とかですよね、僕は多分。継続しないパターンかな。あ、ちょっと嬉しい。まあまあ、ちょっと嬉しい。うわー、はい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 、やばー、まあまあまあ。そんなもんすよね、まあ、これが現実ですよ、はい、これが本来の姿なんですよ。数字ですよ、数字。おお、来た、え、え、ちょっとちょっと、あ、1回だけか、1回か、うわー。いやー、かっこよかった、神々しい。あ、でも、でも、でも、来るっしょ。おお、いいっすね、もう1回。うわ、めっちゃドキドキした。うわ、まさか来るとはね。あ、終わっちゃった。じゃあ、と僕
あのスタッフさんにゴッド逆転サヨナラ満塁ホームランっていう企画を出したんですけど、それゴッドになったんですけど、それがラスト1ゲームでゴッドを引くっていうゴッドになったんです。いや、じゃあこれ やっちゃうじゃん。今一人でやっていいですか。ちょ、やっちゃおう。やばい、めっちゃ溜めてるエネルギー。いや、うおお、びっくりした。いやいや、そこは何もなしだろ。そこは普通。いや、なんかセオリーだったら何もなしで、はい、お疲れお疲れみたいな流れだった。間違えました、間違えました。はい、何もなんなかったですね。何もなんなかったです。今回は何もなしだ。ラスト、はいはい、180ゲーム499枚。いや、引き戻したいっすね。引き戻したい。おお、あー、怖かった。ちょっとさっきちょっとギロチン来たじゃないですか。で、僕前日考えてたのがここに頭を挟めるっていうボケがあったんですけど、はい、今いきなりすぎて忘れちゃいましたね。、はい、じゃあ言わなくてよかったの。待った方がよかったですから。いやー、もう、いや、じゃあ次来たらやっていいっすか。いや、いいよ、やろう。まあ、こういう通常に戻ってくるともう関口さんゾーンですかね。もう行っちゃっていいっすよ。はい、そうですね。Dステーション伊勢崎店の景品コーナーがすごい。見てください、すっごい種類豊富。わあ、あ、店員さんがいますよ。ちょっと聞いてみましょう。こんにちは。あ、なんか景品で女性に嬉しいものとかもあるんですか。わあ、素敵。わあ、いいですね。これはかわいい。他にもおすすめがあるみたいです。あー、あー、いいですね。スターウォーズ好きな人は多いですからね。はは、この本格的なフィギュアみたいなペンやポーチ。ほー、なるほど、これは欲しいですね。いい、欲しいですね、この携帯用のプラズマクラスター。うーん、いいですね。あとカメラがラジコンとくっついてるみたいなやつとか、面白いものもいろいろありますよ。これ欲しいですね。470枚か。あの2人にはちょっと期待できないんで、私も挑戦して、ニスロの5000枚、これをゲットすることを目指して挑戦してみたいと思います。それでは2人が挑戦しているハーデスの低下しのニスロに私も挑戦したいと思います。いきますよ。わー、出てくる出てくる。じゃんじゃん打っていきましょう。なんだかんだ言っていつもホームラン達成できずとも見せ場を作ってくるんだよな。なんであれ作る。うわー、飛んだいきなり。フルートステージ、はい、なんかいきなり来ましたよ。あれ、わー、テイヤ、フェイクをもうトゥルーにしちゃおう。あ、何も揃わなかった。これはもうこれいったんじゃない。来ますよね。ねえ、あれ、なんか引いたっけ。いや、これ来たんじゃないですか。これもらったっしょ。チャンスでレア役して何もなし。あ、いや、あ、ほら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 、いや、ぎこちねえな。あ、あ、しまった。やったやった。いや、僕のボケを感じた。いや、生かしたね。生かした生かした。ありがとうございます。いや、いいっすね。理想的な流れっすよ。いいね、理想的な。ボケも完全にね、決まったしね。そうですね。ね、素晴らしい。いや、嬉しい。
やっぱあの外れかな、なんかあったんですね、ね、もうよかった本当に、うわー、おー、いきなりいきなり、お、ワンワン以外、はぁ、あ、いやいや、まあそうなんすよね、3匹目そうなんすよ、いや50とかやめてほしいっすわ本当に、いや、さっきみたいに継続したらね、いやいやいや、ちょっと、いや、中央うわ、もう、うわ、最初最初ゲーム数、最初ゲーム数、まあ、まあ、いいんですよ、回転率を早くしていかなきゃいけない、それ今回それだから、どんどんジャッジメント引きましょう、もう、あら、もう鎖来ちゃいましたね、来ました、私もプルートステージ、うわー、ナイーブ、おナイーブ出ましたね、出ましたナイーブ、これ関係ないのかな、いや超リーチ目ですよ多分、はい、ナイーブちょっと熱そうだけどな、あれちょっと待ってください、え、確かあります、あ、ナイーゴでした、ナイーゴでしたね、ナイーゴかい、でも5が来るより V が来た方がすごい感じするけどな、いやそうですよね、ねえ、じらすな、てめえこそはそんな強くないけど、いやあれあれ、あ、ミノス、でもミノス行ってますよ、ミノスいいんですよね、確かに、え、ミノス行くとなんか天国以上とかそんな感じですよね、いや確かこれには、あ、ご丁寧なやつ、はい、ミノスに行くと天国モードは全長の期待大です、ありがとう、はい、じゃあまだ期待していいんですね、そうですよ、まだ大丈夫ですよ、すごいハーデス読本がこの D ステーションさんにはありますからね、これさえあれば勝てますよ、勝てますって言ったら言い過ぎかもしれないですけど詳しくなれますね、はい、大体のことは分かります、これだってアベマリアの流れる条件とかも載ってるぐらいですからね、うわ V 挟みて、うわ、それはこれによるといや分かってたら普通に言っていいよ、天国モード以上濃厚です、よっしゃありがとう、はい、これがあれば何でも分かります、何でも分かる、ああ来ないか、追加投資です、ああ飲まれちゃったですね、飲まれました、ああ厳しいですねやっぱり、厳しい、おっあら、いやいいんじゃないですか、3連、おお、いやこれはいったでしょ、おおおお4、おおすごい、これ2回ある1日にすごいですね、5いきましょう、5ねえ、うわちょっと追加投資しますよ、5連しちゃいますね、よし、え、うわー、びっくりした、 EV7 EV7、 まあもう当たりっすからね、よかった、いやいいっすね、はい、あら、もうすぐでいいっすけどね、もうすぐでいい、もう分かってるから声入れちゃった、はい、よっしゃー、あーいいっすね、おめでとうございます、いやは、あんま深いとこまでいかないね、そうですね、まあ自力じゃなくても当たってたそうそうそう思いますし、しかもね天国行ったりとかね、モード以降もいいし、いいね、よし来いよ、よし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 、はい、うわあ、あ、いやちょっと可能性ありますよ、いやでも揃えて逆回転出しましょうよ、いやでも500はいかないだろう、いや行きますよ本当に調子いい時は、で今すごい50で終わりそうな気がしてる大丈夫かな、カットインなさそうだよ、いやいやいやそれはないですよ、だってさもう残り6の時にさカットインないとさもう500は無理っしょ、だんだんなんかそわそわしてきますよ、うん、
まあやばいっすやばいっすよ。まあちょっとちょっとやっぱブリーダーだから人ダメ人ダメですわいや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 、うわうわ、あれ、おおお、あ、赤だ赤だ。これだったらなんかいらなそうだな。よし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 、ゴーシュ、あーマジか、尺だったらやばいな。おーしょ、お、あれまさか、俺知らないとこです、この子育ててたかなあれ、あ、いや、そうじゃなかったすいません、失礼しました。これ多いっすよね、何なんだ、まあ100ゲームで100か、ちょっとやだなラスト終わりました。ああ、ね、まあ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 、次のジャッジメントが大事ですから、ごめんなさいね。あっ、おお、赤赤、うわー、ありますね、これは、これあるでしょ、絶対あるでしょ、赤は外さないでしょう、これは。しかもジャッジヘルゾーン煽りでヘルゾーン入ったの初かもしれないです、あそこの終わってすぐで。あ、マジっすか、頼む頼む、あれあれ、あ、あ、これはもう、これはもうもらったでしょ。いや、いいんじゃないですか。うわ、いや、続くと思いますよ。おお、続きますよ、それは、そりゃそうっすよね、じらすな。はい、いや、もういいでしょ、当たってもやばい、すごい緊張してるうわうわ、ラストっすね、うわうわ、ボタンもなし、うわ、まあ、うわマジっすか、手がしびれてきたイスロのハーデス、えぇ、ー、いや、なんでだよなんでイスロのハーデスを打ち始めるんだよ、当てに来てるじゃん、当たってんすか、おい、思わせぶりだな、今の仮面なんだよ。1万円追加投資ですね、追加ですよ、徐々に飲まれてきてるんで、飲まれてますね、負けてらんないな、あのもじもじくんみたいな方には。もしかしたらフリーズ見てるかもしれないですね勘弁してくださいよ。いや、もうあの格好で、あの画面クラッシュとかしたら行き恥ですよ、あの格好ただで目立つのに、だってやっぱホール歩いてても注目度ナンバーワン、いや、すごいっすよマジで、このなんかヘッドセットをつけてなかったら、もういよいよやばいな、やべえやつきたって思います。何、パチンコ番組らしく少しは参考になるテクニックとか見せろ。そんなこと言ったって私にそんなことできないよ。まあ別のテクニックだったらあるんだけど。いやいやいや、じゃあ残りの線、はい、追加いきます。いや、まだ1万ですね、はい、今恐る恐るスタッフさんにアイコンタクトで、はい、まだ大丈夫使ってたらまだ大丈夫ってことだったんで、まだまだ大丈夫ですね、まだ、はい、よかったよかった。あ、ちょっと待ってください、僕もうやばい、え、もう終わりです。あ、ラスト、ラスト3枚、ラスト3枚ですね、うわ、お疲れした。うわ、ラスト1000円ですよ、もう今。マジっすか。お、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 マジでお願い、本当にお願い、よし、頼む頼む頼む、次ほら、うわ、いやー厳しい。え、それで本当に終わりっすか。終わりですね。さあ残り6枚ですエンディング。あれ、リプレイっすよ。
リプレイですよ、リプレイ。危ない。お、え、まあまあまあ、そういうことですよ。何撮ってるんですか、何映してるんですか。はい、まあまあまあ、とりあえず、はい、エンディングですね。そうですね、まあ、はい、あとは、はい、一生懸命もアピールしましょう。そうですね、犬です、130、はい、それはまあすごいことですから、はい、行、はい、きましょう、はい、エンディングです。はい、坂口さん、いや打ってますよ、全然聞こえてないですよ坂口さん、帰りますよ。いやいや、粘らなくても呼び行きます、これちょっと、いやいやいや、もう行きましょう、行きましょう、行きますよ、終わりです、終わり全然やめない全然やめない。結構熱中しますね。トントンって言ったらキャーって言われて、帰りますよって言ったら、だってまだ回して、だ台と同化してますもん、なんか色が、色がね、はい、まだやるよ、まだやる、まだこれから出るかもしれないから、これから出るかも。いやいや知らんから。だってほら見て。いやいやいや知らん。出るところだからこれ。あなたは無理です。隣が爆発するだけで。粘るな。え、マジで行かないのあの人。本当ですよもう。あなたは面白いですけどね。ねえ。ただ644だから関口さんもゾーン狙ってるんじゃないですか。マジで、はい、関口さん、いつの間が800のゾーン勉強してた。マジか、すごいな、はい、あとちょっとでゾーンだよって顔ですかね、あれは。なるほど、なるほど。まだある、やめです、やめです、やめです。まだやりたいのに、ほら、変な格好してるんですから。わかりました、わかりました、行きましょう、行きましょう。はい、というわけです、うん、テンション引く。いや、まあ、まあ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 、でもまあ、でも達成しましたからね。はいはい、うん、はい、ケルベロスで130出して、はい、で2人で、キナナ4連を2人でやるっていう、では出る、この大偉業を達成したの、今日罰ゲームなしということで、よかった、危ねー、はい、じゃあ次行きますか。え、それ どういうことですか。え、何ですか。あの、私正直、はい、あのニスロのハーデスに挑戦しまして、はいはい、でも200ゲームぐらい回して何にも食えなかったんですよ、はいはい、あ、罰ゲームですね、じゃあ。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、そうですね、だから私はちょっとやってみて正直何も起こらなくて申し訳ないから、はい、まあでも2人が完璧にホームランかましてくれて、はいはい、盛り上げてくれたんだろうなと思ったわけですよ、はい、まあ正確に言うともう送りバントですね、はい、送りバント、はい、全然達成しないんですよ。するか、なんだよ、無理ですよ、するか、500無理でした、全然、罰ゲームだよ、無理だと考えても、全然無理です、無理だよ、びっくりしたわ、まあ、仕方ないですわ、これは。はい、じゃあ罰ゲームですね。仕方ない、うん、いや、もう罰ゲームやりますか、じゃあやりましょう、はい、今日の罰ゲームは何ですか。はい、今日僕が考案した、うん、これですよ。だから、マイクなんで考案してくるかな。何何、はい、ゴッドパチンコ、ゴッドパチンコ、これを一思いに僕らの一番痛そうなところにもう当ててください、もうバチンと。え、はい、みそぎですよ、すごい本格的なパチンコですよ、だってこれ、はい、何グリップとかすごいしっかりしてる。いや、これガチのや、ね、お祭りで売ってるやつじゃないじゃん、うん、はい、違うんですよ、もう本格的なものですよ。うわ、やだ、マジでやだ。鳥を威嚇するやつですよ。鳥を威嚇する、鳥を威嚇するやつを使っちゃダメでしょ、はい、危ないわ、もうこれを思いっきり、そうです、それを思いっきり、もういいっすよ、もう当てられなかった罰として、はい、じゃあ石川さんからかな。え、どこっすか。痛そうなところに、痛そうなところに当てちゃってください、もう。ちょっと待って、角度下じゃない、ちょっとちょっと待って、待って待って、なんすか、ちょっと待って、え、股間、よっしゃー、うわ、マジで、ま、待って待って、マジでやだ、マジでやだ、ちょ、いや、もういいんですよ、もう石川さん、もうやるぞ、いや、マジでやだ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 、危ない危ない危ない、もう終わりだね。え、これはこれどうなってんだよ、終わりだよね、これはこれね、これこんだけ、これどうなってんだよ、これどうなってんだ、怒った方がいいっすよ、怒った方がいいっすよ、もっと、え、ちょっと、ちゃんと、え、ちょっと待って待って、弾いらないんじゃないですか、もしかしたら、え、ちょっと待って、あの、一回うまく飛ぶのか練習していい、大丈夫っすよ、うわっ、あれ今転がってった弾、あれ、出玉太郎くんの弾じゃない今転がってたの、出玉太郎くんの弾じゃない、入れ替わった、あ
ちょっと待ってください。確認してください。ちょっと1個なくなってますわ。いやいや、何セクハラ、セクハラは。いや、いいよ。セクハラは。1個くらいなくなってたらいいよ。これはやばいっすね。誰も得しないよ。なんだよ、これ。びっくりした。本当、これやばい。私もやりたくないからね、こんなの。まあ、こんな感じなんすよ。当たらなければ、関口さんも罰ゲームみたいなことになってしまう。いや、そうっすよね。はい、関口さんの罰ゲームでもあるということなんで、そうですね、ら僕らのこともちゃんと応援してくださいね、はい、本当に。いやでもこんなのやるの私だって嫌なんだよって言うけど、僕前回のやつとかろうそくとかやっててこういうこと好きなのかなと思って勘違いしましたね。勘違いしましたよ。いやあれ全部勘違いしました。全部あなたが用意してきてやってほしいからって痛い。それは痛いわ。はい、いや不思議と嫌じゃないじゃないわ。本当にいや、まあ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 、まあ、やっていきましょうよ。はい、やっていきましょう。こんな感じなんですけど、はい、チャンネル登録もお願いします。お願いします。こんな感じですけど、はい、大丈夫かな、はい、これしてくれるかな。はい、お願いしますよ。本当すいません、お願いします。すいません、お願いします。はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。はい、またねー。